アルベルト・ラットアーダは、イタリアの映画監督、脚本家である。1914年11月13日、イタリア・ロンバルディア州ミラノ県ミラノで生まれる。父は、オペラやオペレッタを多数手掛けた、作曲家のフェリーチェ・ラットアーダ。最初は文学に興味を抱き、大学在学中の1932年、反ファシズム雑誌、カミナーレの編集スタッフに加わる。 1940年、脚本家及び助監督として映画界のキャリアを始める。最初の作品は、マリオ・ソルダテチ監督のアリナバリ主演映画、小さな古風な世界である。1943年には、映画、理想主義者ジャコモで監督デビューする。第二次世界大戦終結後の1948年、ナストロ・ダルジェント監督賞を受賞した。 前作イルデリット・ディ・ジョバンニ・ピスコポ同様、フェデリコ・フェリーニを脚本に起用しての映画、慈悲なき世界は、ネオレアリズム作品であった。1950年、フェリーニと共同監督、共同脚本、共同制作した映画、寄せの脚光は、フェリーニの初監督作品であった。時代のモードに沿い、イタリア式コメディ、ジャクリーヌ・ササール主演の青春もの。 文芸もの、戦争もの、1970年代エロティック映画なども手掛けてゆく。共同執筆する脚本家もほとんど固定しておらず、また次々に違うスター主役の作品を手掛けた。1958年、ディノデ・ラウレンティス製作によるイタリアとフランス、ユーゴスラビアとの合作映画、テンペストでは、ビーハン監督にミケランジェロ・アントニオーニを起用。 こうした、大作映画もラッドアーダのものである。同年、メバエレ、ナストロダルジェント脚本賞を受賞、1961年、エル・インプリビストでサン・セバスティアン国際映画祭、監督賞を受賞、1963年、マフィオソで同映画祭神奈川賞を受賞している。1970年、第20回ベルリン国際映画祭の審査員を務める。 1971年、ベンガエー、プレンダー・イル・コウ。ダノイで、ナストロ・ダル・ジェント脚本賞を受賞。1984年、ベネツィア国際映画祭で、ピエトロ・ビアンキ賞を受賞。1993年には、映画界への長年の貢献により、フライヤーの国際賞を受賞している。2005年7月3日、シュトローマで、アルツハイマー賞により死去した。 満九十歳没。特筆以外は監督作。ありがとうございます。